こんにちは、カワポンです。2022年に立教大学を受験する皆さん、どの日程で何回受験して、どの日程でどこの学部を受験するか、かなりお悩みだと思います。この動画を見ればある程度絞り込みができると思います。まずは皆さんが大体で何回受験できるのかを見ていきましょう。まずは改めて、立教大学は文系の学部は大体5回、理学部は大体2回の受験チャンスがあります。試験日は自由選択ができます。どの回で何学部を選んでも構いません。同じ学部を複数回受験することもできます。日程による有利不利はないとのことです。これらはすべて英語は外部検定試験のスコア、または共通テストの英語の得点が立教大学さんの独自の換算にかけられて英語の得点となります。2月の試験では英語の試験は実施されず、学部に応じて国語、社会、数学、理科などの他の2教科を受験することになります。これらの合計点で合否が決まります。ただし文学部のみはこれらとは別にもう1回チャンスがあります。この入試のみ、英語は立教大学の独自入試になります。2月11日に個別に設定されています。よってこの文学部のみは大体6回受験できることになります。ただしあくまでこれは理論上の受験可能最大回数となります。誰もがこの回数を受験できるわけではありません。自分が受験できる日程を考える上のポイントは2つあります。文系学部の1つのポイントは選択科目です。文系の学部では5回の日程ごとに社会の選択科目が指定されています。5回の受験でそれぞれ全ての科目が選択できるわけではありません。後で詳しくご紹介しますが、例えば政治経済と地理を選択した場合は1回しか受験チャンスがありません。ちなみに理学部では2回の受験チャンスがありますが、ここでは2回の受験で選択科目による差はありません。もう一つのポイントは併願校との入試の日程の被りになります。立教大学よりも希望度が高い大学と入試日程が被っていれば、当然その日は立教大学は受けることはできません。志望度が高い大学を優先することになります。特に早慶上智や GMAT、 理科大または成城大学、成蹊大学、明治学院大学との日程の組み合わせが悩ましいところですね。それではこれらすべてのポイントをまとめてみました。まずは文系のすべての学部から見ていきましょう。2022年度入試用のデータです。左から2月の入試日程、受験できる選択可能科目、入試日程がかぶっている上位大学の一覧になります。右端は11日に実施される文学部の独自日程と試験科目、上位大学の入試のかぶりなどの情報を記載しています。それでは各入試日程の選択可能科目から検証していきましょう。まず日本史が選択できる大体の日程を見てみましょう。日本史が選択できるのは受験日程の2回目から5回目の合計4回になります。それに加えて11日の文学部も受験できます。最大5回受験可能です。世界史の選択者も同様で、入試可能日程は9日の3回目を除くすべてと11日の文学部を合わせた合計5回となります。文系数学選択者は1回目の日程と3回目の日程の合計2回のチャンスになります。政治経済は4回目の日程でのみ選択可能です。1回しかチャンスがありません。地理は2回目の日程でのみ選択可能で、こちらも1回のみのチャンスとなります。
よって、政治経済と地理の選択者にとっては、かなり厳しい入試システムと言えます。注意が必要です。次に、上位大学との入試日程のかぶりをご覧ください。立教大学の各受験日と、2022年に受験日が重なっている大学を記載しております。もし、ここに記載されている大学が、立教大学よりも希望順位が高い場合は、その日は、立教大学を受験することはできません。細かい学科まで記載できませんでしたので、気になる方は、各大学のホームページで確認してみてくださいね。例えば、1回目受験の2月6日は、文系の学部であれば、上智大学の総合グローバル学部と外国語学部、学習院大学の経済学部のコア入試、成城大学の経済学部、明治学院大学の複数の学部があります。これらの学部を優先的に受験したい受験生は、この日は立教大学は受験できません。皆さん、いかがでしょうか。大体6回まで受験可能とは言われておりますが、選択科目と他の志望校との被りを考慮すると、選択肢はそこまで多くないことがお分かりいただけると思います。ぜひ参考にしてください。最後に理学部も見ておきましょう。理学部の入試が実施されるのは2回だけで、2月6日と2月9日になります。選択科目は日程により差はありません。学科に応じて指定された科目を受験することになります。2月6日については、東京理科大の理工学部と入試日程が重なっています。2月9日についても、東京理科大学の工学部と入試日程が重なっています。よって、東京理科大学との入試日程は相性が悪いということになりそうですね。検証は以上になります。これで、少し立教大学の受験のイメージが湧いてきたのではないでしょうか。大きく、入試システムが変更になりましたので、情報を集めるのがなかなか大変ですね。また、共通テストの英語で勝負を考えている受験生は、共通テストが終わるまで、結果がわからないので、平凡戦略がギリギリまで立てにくいのか、少し辛いところですね。2022年度の入試日程は、立教大学以外にも、これからどんどん考察してまいります。アナパ学部などを細かく検証していきます。作成次第、2022年、アナパ学部というタイトルの再生リストに入れていきますね。ぜひ、ぜひ、チャンネル登録お願い申し上げます。今、画面にも、再生リストの案内が出ていると思います。今日は以上になります。ありがとうございました。